サークルメイト。原名や、メイン脇、原佐がシャワー方面。海までやっちゃうから。ゲルシさん、メイン分けでシャワーホーム行ってます。はい、合ってます。あれ、僕どこで湧いたっけな。亀さん、貨物分けっすよ。貨物からアーカイブシャワーって言ってて、アーカイブからシャワー入るとき、シャワーからアーカイブに来るケンさんとすれ違ってます。アルハタモも無理。開幕アーカイブで僕とだ K さんかな、うん、僕と湧いて、俺はラウンジの配線をした後、停電になったので直しに行って、今停電の配電盤前にいまして、一番右が上がってます。うん、右2つを順番に感じした、ね、真ん中2番目一番右みたいな感じで上がって、うん、おもえさん、それラウンジ貨物ってきたってこと？そう、ラウンジ、アーカイブ、昇降機右で、今その配電盤前。昇降機右か。ああ、昇降機右じゃないじゃん。慎太郎くんが貨物の配電盤前です。だから、ゲンさんがこっちに来てるっていうのに、俺はゲンさん見てないから。僕貨物で停電直したんですよ。うん、で、今ラウンジだけど、K さんはいたんだけど、おもちさんとすれ違ってないっていうか、見てないから。おもちさん、昇降機右の配電盤。ああ、そう、昇降機右。あ、そういうこと？昇降機右。どこで停電になったの、おもちさん。俺ラウンジでなって、その後ダウンロードしようと思って、戻りかけてるところで停電になったんで、そのまま。アーカイブ分けどこのダウンロードしてるんですか？アーカイブ。アーカイブでラウンジに行って、その後ダウンロードしようとして、またアーカイブに戻ったの、停電になって。ちょ、ワンチャンあるかなと思ったらなかったから、停電になった時にそのままダッシュで直しに行って。なんか停電になったら逆にワンチャンじゃね。停電になったら普通に貨物の停電直しに行くと思うし、アーカイブにダウンロードがあって、それやりたいんだったら初手でアーカイブのダウンロードやると思うから、めちゃくちゃ怪しいと思うんだけど。そうね、そう思う。いや、むしろ停電になったら、むしろダウンロードワンチャン終わるの、ワンチャン。ああ、うん、でも放置して停電か。てか、いや、初手でまずラウンジに行ってるんだったら、その停電を直すっていう行動するんだったら、まあ貨物に行くだろうし、ダウンロードするんだったら初手のアーカイブでダウンロードすると思うよっていう話です。まあ、でもシンプルに、まあ、分からん。僕はラウンジ配線があったら絶対配線からやる。配線からはやりたいなと思って配線やって、すぐボタンが入るかなと思ったから入らない。そういうことか。精査は分かるけど、実際見れてはいるんですよね、配電盤は。でも僕はダウンロードやってる途中に停電がなったら、もう逆にダウンロードのワンチャンでダウンロードをやる。あ、ちなみに配電盤情報は多分合ってた。多分、ね、合ってる、うん、俺は見た。あえて触らずに見た。ケイシンタロは貨物ね。貨物配電盤前。そうそうそう。でもラウンジにいるときに停電になったんだったら、停電になった、じゃあラウンジにいるから停電を直そうって言って昇降機右まで行くんだったら、貨物に行って停電直すんじゃねって思っちゃうけどな。いいんじゃねえか。これお土産です。これ旗、そこはどうだ。旗、そこ何してたんだ今。おい、まあ、マオジさんです。ああ、おまおじです、ね、あ、そうなんだ。あ、で、ボタン押しちゃった。慎太郎の下ボタン上にやりましたね。慎太郎の下あったけど、ボタン押してました。さっきの3票を僕入れてますが、僕も入れてます。あ、僕も入れてます。あ、メイヤさんはさすがに、メイヤさんめっちゃ白くなる、うん、ね。え、何も言わんと自動票してるこいつ。対戦ありがとうございました。あんなに あんなになんだ、ちょうか普通に変だろ、だって。だからかな、原始かな、だからかな、原始かな、だからか原始か、だからか原始か、だからか原始か、わからない。
ナイス。ナイス。左二つ。おい。合ってます。おい。最近お腹がようなるな。キョロ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 ンつって。さんは多分無理。エレキで高めと会った後メインエンジン込み前って言って先にトータさんが直してたから、うん、多分トータさんは切る場所がないかな。武器庫上もコックピットもドア閉まってた。うーん、高さんどこ行きました？俺は今キッチンの真ん中らへん。エレキから石油キッチンでですか？うん、直しあるってすぐぐらいに人影が見えた気がするから、あれまあ、今もだいぶ厳しそうやと思うけどな。こんなシルエット取ってる気するし。俺石油でアップロードした後キッチン武器庫で、武器庫の上の扉は今俺が開けたから今開いてるよ。あ、そうなんですか。今開けた。うん、ちょうど今開けてボタンだから。うん、俺は基本アーカイブで本タスクしてた、うん、最後もアーカイブ。ちょっとアルマにラウンジ行くの一緒に 見られてると思ってて、うん、そこから同じ風に右回りで貨物で3つタスクやった後にエレキ登ってメインに登れたところです。はしご、いや、死人ねえと分かんねえな、計算で。うん、エンジン脇でずっと上です。金庫宿舎ミーティング、まあ、気持ち神さんが切りやすそうかな、これ、うん、宿舎だったらね。まあでも神さんとエンジン脇は確かで、神さんが上に行ったのは確かだね。俺はメイン側行って歴降りてるけど、まあ一旦投票から冥富士を弾くんだったら、うんうん、確かに高田さんも結構きついと思いますよね。僕がメイン側に上がってってエンジンって言ってて、で畑さこはラウンジアーカイブっていう経路で、で目屋さん下回りから左に行ってるんですよね。畑さこはラウンジ貨物診察エレキじゃないの？あれ、あ、右回り。ラウンジ貨物診察エレキメインホールの、ね、メインホール上がって終わりだから。そうだね。だから高田さんがやれる場合はアルマのすぐ後ろついててシャワーとか行ってそっちの方で切るぐらいしかないんじゃない？診察側からは畑さこが止めてて、俺は石油キッチン武器庫まで死体はないのを確認できてるけど、例えば展望とかにいた場合は分かんないから何とも言えない。右回りなのか。うん、さっきエレキからメイン上がって降りてたから多分右回りな気がする。ガミ名アルマ、もう一人ガミさんと重なってあるって気がするが、藤宮がエンジンから左側、ちょこれはかなりの速度でタスクが終わりそうでございます。こういう時に限って死ぬんだよね。はい、ポチ。うわ、トータス貨物脇です。うん、ガミさんだけでしたっけ？キッチンは左行ったの、展望入ったの。いや、俺も行ってます。いや、キッチン脇は僕もキッチン。あ、違う違う、あの左行った人、展望デッキの方にした人。はい、ガミハタの2人。ガミハタでアップロードまで行ってますね。はい、で、その後は僕はそのまま石油でテープタスクやって終わらず終了です。で、高田さんが石油側からキッチン入ってくるの見てるんですけど、高田さん綺麗なそう、俺がアップロード済ませて出るときに高田さんと藤宮と会ってキッチン武器庫エンジンまで行きます。
あるまま。だからまあ2人無理なんじゃないかな。僕はキッチン脇でコックピットに行くところまではメイヤーさんに多分見られてて、でその後エンジンメイン、シャワー、アーカイブ、昇降機右で終わり。まあ、表現だと停電直した人物がいないかな。あ、停電は俺が直してる。展望デッキで。で、貨物脇到達で、俺右にタスクなくて、左に全力で走って到達置いてきてるから。で、左にいたのが畑坂神藤宮がいて。神さんは一応できるんじゃないですか。神できるんですね。石油行っちゃってるんで、到達さんがエレキとかに来てれば。まあ、そう。皆さんはおまじさん追放の点から、基本弾いていいから。アルガミどっちかガメだったらガミさんから言ってほしいけど、死んだトータスさんからむずそうって言われてるし、まあ、確かに確かに。タスクどうすか。僕はまあいけないことはない。終わる100%終わり。うん、じゃあテレキタスクでもいいか。ちょっと遅れ気味なんで、まあ、ボタン押してもらって感じですかね。1分半かアルママットっぽいからなんか直してほしいけどなと思ってます。とりあえず一応マット否定できてないのはアルガミだけかな、はい。一応あの1個前の停電は見てて、一番左が最後に上がったんですけど、まあそこしか見てないし、左2つって情報も出ちゃってたんで、あんまりあれですね。直します。僕も昇降機右の勝ちやったら終わりだから。ガミ、レバーの頑張り次第になります。ガミよりアルマ直してほしい。どうだろうな。まあリフトどっちやる。わかんない。たかがみ、あんな多人数と行動してるマットメイトってあんま考えにくいかなと思っちゃうから。高田さんは。がみさんとすれ違った時系列を聞きたいね。アルマはハイデン版っていい気してたの。あん。え？あ、セリフいいのかよ。セリフでーす。あ、富士宮が切ったのか。そうそうそう。アルマの方なんだ。いやーごめんなさい、キル連打してたらトータスさん殺しちゃった。エレキで急にさっきまで熱く手をつないでたはずやのに首ねじ切られて。なるほどね。あれまあインポスターで初手のあれやってたの。待っとこうと思った。最低だよな。最低だ。ミーティングで遊んでたらおまじさん詰められてた。あ、そうあの。すごい霊界で、あの、慎太郎くんが、なんか。怒られてる人を見てるみたいでいたたまれない気持ちになっ